はい。えー、畑の様子。犬は入ってません。今ね。えー、大麦、無事、発芽して、順調に育っております。大麦。別に何もしないです。あの、ちょっとね、畑の改良してるだけで、夏に使おうと思ってます。はい。えー、完全無農薬。どうなってるか。 ですはいこれね、忙しくてねあんまり何もできないから虫がどうのこうの全然分かっておりませんただこれえー、じゃがいもですえー、植えんのが遅かって、えー、少しでも枯れずにいててくれるようにちょっと防寒対策ちょっとねあの不織布巻いてますはいでパセリちゃん で、えー、これ何白いやつ。<laughs> 白いやつ。これな、まだ、まだ何も。ない。カリフラワーやね。まだ何も、何もないですね。えー、ブロッコリー。ブロッコリーちゃんはどうかなブロッコリーちゃんもまだないですね。ブロッコリーちゃんもまだないですね。まだないです。はい。で、大根さん、大根さん。 かかななり、かなり来てますねあともうちょっとやね来月半ばぐらいでえーニンニクさん順調ですね順調ニンニク楽ですね何もしなくていい <laughs> はいで何サニーレタス順調ですね、うん、多分多分寒なるまで大丈夫あの取れると思うんやけど って感じで,でここまた大根さんでえー、これ何、えー、チンゲンサイチンゲンサイも順調ですねかなり虫さんお食事してますねでここがカブカブですねカブ間引きしたのをねちょっと食べたりしてますカブカブも虫さんに結構やられてます雑草ももうこのまま放置でいけるやろね えー、まだ1年生なんでね僕農業1年生なんでこの辺だいぶ来とんねやられとんね虫さんにまあ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 ですねって感じでまた大根さんですね大根さんここの大根さんあいい感じですねいい感じですね、えー、大根結構種全部つくだろう思って 大根ここも大根大根ですねここもまあまあ順調かなよいしょ全然農業やったことない人間が初初でも農薬でえー、有機肥料っていうかねもう鶏粉だけ鶏粉だけでやってますで卵の殻で石灰やってますね 卵の殻でね。で、この辺またチンゲンサイ。で、小松菜。結構僕野菜覚えました。この小松菜とチンゲンサイがわけ分わからんかった <laughs>。やっとわけ分わかるようになった。小松菜順調やね。で、ほうれん草。ほうれん草も順調やね。なかなか育たないね、ほうれん草。うん。 全然育てへんやって思ってたら、寒くなってきたら急に大きくなってきた。この辺ほうれん草とチンゲン菜、これ無理かなで、小松菜ですね。で、パクチー。パクチーを種まいたんですが、なんか植え替えしたらあかんらしくて、パクチーが何かわからんから雑草も放置してるんですよ。どれがパクチーかわかんなくなった。はい。あと、えっ、ー、と、この下に、 何やるんかなーサニーレタスとぁ。もう苗ね、ちっちゃい苗。で、キャベツやって、防寒やって、ずーっとその辺、この辺がサニーレタスになっっててでえー、っとこの辺からイチゴ入ってるんですよ。イチ,ゴイチゴも苗植えるのが遅くて、ねぇ、晴れへんかなと思って、ほんで防寒やってます。ちょっとなちょっとの間ね。 って感じもうこのままいってもいいかなと思ってこれ不織布とで防虫ネット不織布とば用にね、えー、それをちょっとやってますほいでえー、っとこの辺全然ほうれん草育ってないこれねもう掘るかなと思ってた苗苗で作ってね失敗して掘るかなと思ってたのまあいいかと思って植えてるんですよこんな感じですね で、これ、あれです。えー、何ストロベリートーチあのー、クローバーですね。うん。あの、増えないクローバーっていうか、これみんなクローバー、この横の、クローバーです。あのー、放置じゃないですか。で、無農薬じゃないですか。で、あのー、肥料も、有機肥料じゃないですか。ほんで えもう自然に自然に肥料を作っても,作ってもらおういうたくらみでで玉ねぎさんえーずーっとやってるんですがこれもねだいぶ根づいたんやけど多分いけると思うんやけどえ玉ねぎえまあ順調では順調ちょっとちっちゃいからやけどいけると思うんやけどこんなちっちゃい子もいてますこの子どうなるんかなと思うんやけどこの子うんまあまあ今のところいけてますね はい、それとキャベツさんあのー、冬越しこれでできるかなと思ってえー、あのー、普通なんかあの防寒するみたいやねんけどもうこんなあのやってられへんからまあやばなったらまだ残ってるんで腐食だけはしようかなと思ってるんやけど、えー、それであのちょっとやってみるとこれ抜かれました。 で、こういうキャベツ、キャベツ、キャベツ、キャベツできて。で、ここ大根種まいたとこ。います。今から大根かよって。うん、これも、いけるかなっていうので、発芽してくれたらなと思って、今、不織布を上にかぶしてますね。って感じで、えー、っと、次は、ここがまた風対策やってて、 冬風ここきっついんでねうん,さんでここに大麦ず,るわずらーっといってでここまたスト,ベストロベリートーチ種余ったんでこれも大麦も種余ったんでやってるんですよでここも大麦出てきてるねこれね大麦ずーっといってずーっといってへえへえいってます ほいでえっ、ー、とね畑にね鳥さん死んでてお墓作ってあげました鳥さんなんかくちばしの長い鳥さんがね綺麗な形で死んでなんやねんろうなと思ってうん掘るに掘れないじゃないですかでここに畑にあのー、埋めましたはいでここらもストロベリートーチちょっと密植しててちょっとどうしようかなと思ってんやけど それ,れでこれが哀れなレモン青虫にやられて放置してて青虫にやられてでこっち移植しました鉢植えしてたやつねでいけるかなと思ってもう枝バシバシに切ったんやけど多分冬越したらちょっと防寒してあげようと思うんやけど、えー、冬越したらいけると思う。 ホイトレモンレモンもう残酷剪定残酷剪定やってますねんでねこれいただいたいただきましたえー、あのブルーベリーこれも残酷剪定しました残酷剪定うんでこれもブルーベリー残酷剪定ですねはいって感じかなうんあと あのなんとかいうやつとネギ小ネギ小ネギっていうのはネギっていうのなんか細,細いネギ、うん、あの一つの50円ぐらいで売っとってんけどこんなこんぐらいのポットがこんぐらいでこんぐらいのやつを5本ずつ分けてねす <laughs> っご<こ>い <laughs> 5本ずつ分けて植えたらいけるかなと思ってたらいけましたね。 5分ずつほんで,こ,うでこれもそうこれもそううん分けたこれがなんとかいうやつなん <laughs> とかいうやつ <laughs> 出てますねでこれがニーラですねこんな感じですね雑草もいっぺん取らなあかんねんけど時間ないからって感じでやっておりますまあまあ1年生で肥料つかず、まあ、農薬油の薬冬やからね いらんねんねまあ虫対策自然にね自然にあの任せてみたいな感じででやっていこうと思ってで夏場の虫対策もいろいろと段取りしてて今ちょっと種をばらまいたんですけどあの何ちゅうの菊みたいなやつ何ちゅうの <laughs> そ,れそれをここ,ここにあるんやけど。 えー、それとかで去年鉢植えで鉢植えいうがプランターで、うん、勝手にいろいろと虫対策の、まあ、パセリもそうやったんやけどあとねいろんなもん、あのー、ハーブ系とか植えてたんですけどそれが幸いして虫けえへんかったんかなと思って、うん、だから今回も夏場それで虫対策を もうそういううそそいので自然に任そうと思っております、はい、なんかあの全然アブラムシもウケへんかったし何ウケへんかってちょっと虫の被害初めあったけど肥料調整やってあのー、せ,こせこってね肥料をせこってあと何したんやろあとね植えるタイミングやね。うん 夏野菜、去年の夏野菜で思ったんはやっぱりえー、タイミングで植えたら虫来ないねんでだから活気づいてきたら虫来なくなったんですよだからそういう感じかなと思って、えー、今年の今年は来年の夏野菜はそうやって、えー、タイミングきちっと測っていっぺんやってみようと思って。 ま野菜自身力つくんやろうねうーんまあ食われる時は食われるけど別にやったんですようんだから今年も、えー、その肥料も鶏粉とかそういうのを使ってやって、えー、農薬も使わずなんかあのまた凝っちゃってるみたいやけどその方が なんかね気楽であかんかったもいいわいう感じでやっていこうと思いますまあ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 あのー、適当にや適当にっていうかあのー、農業のこと全然知らずにトラクターも飲んの初めてでこんないがんだね畝作って <laughs> こんなマルチシートとかも知らんかってそれをこうやってああやってみたいな感じで いいろろ教えてもらいながらやってる割にはうまいこと言ってんじゃいます <laughs> まあこれ冬の野菜やからかなまあ夏いろいろとまた低価か,からんやつこれもあんまり低価か,からんしねんでやってみてまたねえー、できる範囲でうん一人でこんだけ家庭菜園やってる人も珍しいね <laughs> こんだけね <laughs> まあ そんなんで、えー、頑張って農業もやっていっておりますはい。トラクターもね倉庫た建てるいうかねなんかあのビニールハウスみたいなやつを向こうのね竹矢のとこの土地空いてるんでそこへ置こうかなと思ってるんですよ組み立ててねでも時間もないしお金もないし だからいいっていうことでまずやらなあかんこと今やらなあかんことはあのまあ犬のことをやって合間にやらなあかんことはあのー、畑とかでいうと柿の剪定また素人が、あのー、残酷剪定をしようと思うんですけどあのー、立ち枝全部切ってもうたろう思って立ってる枝ね。 うん、もうね剪定のコツはみんな一緒やなと思ってでこんな立ってるこんなやつねこれみんな落としていこうと思うんですよ立ち枝ねで横に伸びてるこういうのは残しといてちょっとすっきりさしてと思ってるんですよ、うん、だいぶ芽出てくると思うんででこういうの芽出てくるんやけどもったいないんやけど立ってる枝はみんなもう背高なるばっかりなんでね もう残酷なこと、えー、もう来週ぐらいから1日1本ぐらいを剪定やっていこうと思いますそれとああいう白になったらやとねちょっと皮めくったろうと思って皮めくって大丈夫かなと思うんやけどうんなんかでね、うん、めくったろうと思うんですよ、うん、で竹が侵入してきてんのをそろそろ竹切れるシーズンなんで竹を切っていこうと思って でないとね竹林になるんでね。うん、って感じでかなりだから残酷なことしようと思ってます。で肥料は一秋に巻きましたえー、どんぐらいかな鶏粉を何袋10袋ぐらいに巻いたんかな。うん木の周りっていうか木から 1m ぐらい離れたところにねぐるっと一周巻いて巻いてやって鶏粉巻いたんですけど。 でまた春にね今度あのー、油かすを巻こうと思ってちょっと体力つけてもらわなだら傷んでる木いっぺん掘ってみてあかんかった伐採伐採しようと思いますあの掘ってみて木ほじくってみてねいっぺん,うんもうあかんやなこっちに伸びてるこ,う伸びこの木あかんからねこの枝は切るうんあのー、ちょっと先っちょで生きてるんやけど もうどうせ枝伸びてけえへんと思うから一本にしてやろうと思ってで立ってる枝を切るからほとんどぼーつですねうんそんな感じでちょっと大胆なことをやってうんあのなんでそれをするかっていうとあのー、枝枝ちゃうはかけがなりすぎたっていうのもあったり柿が小ぶり小ぶりでほんでね病気っていうかね まあまあまあ、あのー、葉っぱが落ちた早いことうちねよそほんで実も落ちたカラスだけのせいじゃないと思う、まあ、カラスが何か金持ってきたんかなんかわからないけど、えー、そういうのがあったんでもう一旦あのー、まあ先手やったら体力戻ってくるかなと思うんやけどこのままいったら。 ダメやなと思ってちょっと木を、うん、もっと丈夫な木にしようかなと思ってます、うん、こういうのもう全部立ち枝切りますどんだけ切るねんっていうぐらい切らなあかんねまぁ、あ、ちょっとは残すけどって感じで、えー、先生も素人, <laughs> 素人やけどこういう立ってる枝は勢い強くて実がならないとかなんか,なんかそんなに言うんでだからもう切っちゃいます 全部立ってんね <laughs> 今気づいたらちょっと残しますうん偉そうに言うて全然、うん、ビビって切ってないやないかって思われても嫌いいやからちょっとちょっと残しますけどうんほとんどうんでないとこんな上になっても取るのはあれでしょ取れないじゃないですかだから素人的に言うと上になっても仕方ないみたいなでも名誉けてきてるね もったいないなと思うけどまあええー、とこで横に出てきてくれるのを願ってちょっときます、うん、柿はなんか新芽に新芽に柿がつくかなんかあのー、言ってはりました近所の人ね、うん、だから新芽を横に出る新芽を狙って、えー、そこでポチッと止めてしまおうかなーって思ってますで横に 伸びてんのも重なったらだからこう同じ方に伸びてる枝をプチプチ切っていこうかなと思ってます一日一本やったら春までにいけるでしょ <laughs> 一日すごいですよ残酷剪定は早いですよ <laughs> 残酷剪定めっちゃ早いうんはだからそういうので ちょっっととやていこう思ますもう来週ぐらいからねちょっとやっていこうと思います大活躍してくれてるトラクターこれめっちゃ怖いですよ僕車で車でねいろいろやるのもそんなに怖いことないなかったんけどこのねトラクターだけはもうんかめっちゃ怖いここねここ 話なくなくるなこここの坂あるでしょこの坂これ坂ねそんな勾配ついてないんですよ10度ぐらいですよそれを降りるときは別にいいんやけど登るときねフロント浮きそう <laughs> ええって思うぐらいうんなんとかここの畑に登り入,入るのとかここしか無理なんですよ ここの場所で入ってくるのはタイヤあからこうこんとここやったら段差できてしまってるんですよねこの段差でこの段差をポンって乗り上げると後ろにひっくり返りかけるんですよ <laughs> ほら怖いですよこれうん旋回も危ないしねめり込んだらタイヤ結構危ないもんやねんなと思ってちょっとびっくりしてますねこんな坂ですよこんな坂 はい、まあこんなんでほんでここもストレベリートーチ脱走防止でストロベリートーチいろいろ悩んだんですよこののり面ねんで一旦除草をやってえーとねここらをいらう前に一旦ねあのー、かけるタイプの除草剤で枯らし,したんですよこれ枯れてるの除草剤で枯らし,したんですよこれからあ,ーあの 芝桜植えたろうかなと思ってんけどなんか癖悪くなりそうでなんかねうん始末悪くなったら嫌やなと思ってまた手かかるなと思ってほんでね全面にストロベリートーチの種をばらまいたらばらまきすぎ <laughs> でカモミールがどっかにあるんよカモミールこれを虫対策に増やそうと思ってたら雑草に負けてますねこれカモミールですね とかあとねハーブを植えたんやけどうんどっか行ったねあここここああ復活してきたねこれあれですタイムですねタイム植えてあるんですよ施設にんで根っこだけ持ってきてやったらああえ匂いするタイムのこれタイムタイムめっちゃ増えるんでねあのねもうあの何 枯れ果てた枯れ果てたタイムを根っこだけ引っ張り出しあの引っ張り出して土地からそれを植えたんですよもう異常なほど増えんねタイムびっくりするほど <laughs> って感じでほんでここは何か植えたかなここら何も植えてないでもここをずーっとハーブにしよう思うんですよハーブをずーっとここ全面やろうかなと思ってます だから一旦ね除草しようかなと思ってんやけど今時間ないんで除草ほんで作物埋まってるしね除草剤かけて一旦ちょっと土いあの裏返してで裏返さあかんのか除草剤そうかからあの除草剤かけてちょっとひらあぶったやねんねバーナーでねほんだらいけると思うほんでからちょっとハーブをこの列やって と思ってるんで,すよで高木がね数年前から長樽な,るなあの梅干し作ってやるんですよ一生懸命。でしそしそも青じそと赤じそと両方植えてあれ両方植えたらいいらしいですね虫、うん、対策なるみたい。で両方植えてあげてほんであのー、僕ねあの独断で梅の木切ったんですよ大きな。 で、梅とれるとこがなくなってで梅の木を何個梅を小梅と何個梅なんか何個梅一つやったらあのー、実ができないらしいんですよねで小梅とであの小さいの <laughs> 買ったんですよん <laughs> でまだ送ってきてへんけどあのー、いや梅とこんな安いんやっていうぐらいで何個梅と それをやろうかなーと思ってます、うん、梅を作ってまあ来年はなれへんと思うけど、うん、そんな感じでそれをこの境目全部聞いていこう思うんですよあのー、レモンブルーベリーほんで梅とかでこのこの,あの畑と畑の間どうせ何も通らないと思うからそこを木植えてしまおうと思うんですけどどうかなと思うんやけど でブルーベリーがうまいこといくかどうかないんですよ。うん。そこらがあるんで、まあまあ。うん、で、あの柿の木の枯れたとことかは、みかんを、うん、10本ぐらい上にあかんのちゃうかなと思うけど、みかんって、苗見に行ったんですよね、この間ね。で、苗見に行って、動買いでレモンを1本、これ買ったんやけど、レモンも安いですね。 あのネットで高いの出てるけど普通のレモンを買うとこれね国会で2500円ほどやったんですよ結構大きな苗,苗木やって僕残酷剪定やってちっちゃなってんやけど太いでしょんでこれがこれが夏枝やからもう思いっきり切ってんけどこの辺 半分以下にしましまた,でた立ち枝を寝かし去ろうと思って今思いっきり引っ張ってるんですよ両方にでこっから春出てきてくれたらええなと思って思ってますうんでこれこれこれがちょっとね行ってくれたらなと思ってんやけどこっち来てもうたら困んねんけどこっち来てもうたら畑来るから困んねんけどまあ予備で1個、うん、って感じでちょっとやってますね うん、これもうあーって感じだねこれほんまはもうこっから切ってもろたろうかと思って、ね、こっからこっから残酷せんってこっからねこっから切ってこれ落としたら思ってんけどああって思ってちょっと置いとこうと思って、うん、思ってますねこれまあこれが生きて生き返ってくれてこれ生き返ってくれてこれとでいこうと思ってんやけどうんいけると思うんやけど まあちょっと防寒やったら春出て春春先に芽が出てるなーっていう感じやったらもうここ,こっから切りますこっからここの出てんのねここここ入れ替わりね、うん、こっから切ったろうもって思ってます、はあ、素人剪定です、うん、どうせねこれ伸ばしたところで、うん、またビヨーンって伸びてまうと思うんで それならもう、ここから切ろうかなって、こ、こ,この辺かなって思うけど、ここから切ってもいいかなっていう感じに思ってますね。うん。どうせ、どうせビヨンって伸びるだけやろうと思って、なんかそんな気しませんで、この辺の方がかっこいいじゃないですか、なんか。だから、そういう扇子、扇子の問題があるんやろうけど、僕はそういう感じ。 ね、思ってますまあまあ何年も先やけどねまあまあそんな感じでえー、どうなるか分からんけどブルーベリーさん頑張ってね、うん、ちょっと残酷なことしちゃったけど残酷やねこれほんま見たら残酷よかなり背高かってんよ。<laughs> で根、ね、もいじめてるしね根、ね、っこも <laughs> どうなりなんやろうなと思うんやけどブルーベリューはそうやってちょっとあの残酷なことする方がいいみたいなこと言ってたからあの残酷なことしすぎたかもわからんけど、えー、ちょっと残酷なことやっちゃいましたはいって感じで、えー、60歳から農業に転職しました、えー ドッグトレーナー落ちぶ,る落ちぶれ <laughs> ドッグトレーナーナを諦めた。<laughs> えー、農業1年生のおっちゃんからの報告でした。はいそれでは失礼します。